どうもイエピーです。オカリナです。ご飯のともにいかがでしょうか。おかずクラブです。今回はココイチのカレーでトッピングを3つ楽しんでみた。イエーイ、イエーイということで、はい、もうね注文済みでございます。ちょっとユーピーのワンパクカレーの前に私からでいい？ちょっと待ってよ、誰がワンパクだってのよ。ワンパクでしょ、どう考えても。ワンパクじゃないですよね、なんか本当に絶対に頼まない。シマウマが食べそうな。シマウマ食べない。草食動物が食べそうな。食べないでしょ。じゃあ岡ちゃんからいいよ。私は豚しゃぶとほうれん草とチキン煮込み。うまそう。やっぱさ、トッピング系じゃないんだよ。あ、そうそうそう、全部こんなの入ってるやつ。うまそうだね、見た目。美味しい、きっと。チキンほんと好きなの。チキン好き。でも豚が入ってるカレーも好きなの。だから両方入ってて欲しいなっていうので。両方入れたってこと？両方入ってる。わー、オーマイガー。いや、オーマイガーそっちだよ。私は、ロースカツ。うずらの卵を揚げたやつ。そして最後にチーズ。うわ、すごい。見えないところにね、入っております。すいません。すげえな。さあ、早速いただきますか。いただこう。いただきます。実はですね、中野さんと鈴木さんもね、一緒に頼んでるんですよ。いや、そうなんですよね。だから4人でご飯。2人、何頼んだんですか？確かに。僕は、うん、ほうれん草と、うん、ナスと、ナス。最高。フライドチキン。うわぁ、わんぱくー。いや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 、ユーピーが一番わんぱくだよ。なんでだよ、いいだろ。うわぁ、チーズ、チーズ、めちゃくちゃチーズ。ラスカート。ラスカート。いただきまーす。間違いない味ですよ。甘口カレーにしたよ、私。甘口ポークソースにした、うん、あ、だからちょっと色違うのか。そう、多分甘くない。やば、普通のやつにしちゃった。中野さんは何にしたんですか？私はほうれん草、チキン煮込み、うんうん、スクランブルエッグ、5辛です、うん、うわー、出た。うわ、辛いも好きだから。辛いの好き。いただきます。5辛って1辛も無理だから、うちら全部入れないにしたよね、うん、あれね、辛さなし。やっぱストレス溜まってんだよね。刺激求めてんだから。10行くこともあるんですか？10も行きましたね。一回うちらの単独ライブの合間 V でね、10辛食べてたよね。食べてた。しかもさ、もう平気な顔して食べてさ、なんだったらまた別日にお土産で買ってたよね。ね、うちらの牛乳かけて食べてたもん。うん、うん。あ、そういう派とそういう派がいるの？確かにこっちに入れればいいことですよ。なんでこっちに入れちゃったんだろう。汚れちゃうの？どうしよう。斬新だね。確かにこっちに入れればよかったな。おもろ。ね、美味しいよ、うん。皆さんもう冷めないうちに。ぜひぜひ。うん、で、鈴木さんもさっき言ったの。うん、言ったよ。言ったわ、ごめん。ココイチエピソード。昔ルームシェアしてた友達がめちゃくちゃココイチ好きで、友達とご飯によく行ってたってイメージだね、ココイチは。へー、うん、結構私のイメージですけど、うん、いろいろトッピングしたら結構するっていうイメージあります。わかります、わかります。ですよね。気づいたらあれっていうね。気づいたらあれのことが結構。確かに。ですよね。私のこれで1900円とかだ。うわ、すごい。ウーバーっていうのもある。うん。でも確かに、でも1000円は超えてきますね。確かに。美味しいね。久しぶりに食べたけど。美味しい。久々。うんふん。みんなココイチ好きだよね。うまそう。あ、そこに入れるんだ。カレーって。あ、そこに入れるんだ、カレーって。なんか入れちゃダメなし、あ、場所なんだ。そうなんだ。知らなかった。正解わかんないですけど、僕はこうやって食べてます、ね。なるほど。知らんかったな。勉強になるな。うん、うわ、ほんとだ。だからこの合流するこれがあんだ。うん。なるほどね。知らなかった。勉強になるな。知らなかったな。ね、うん。うわ、確かに。すごい。なんか、めちゃくちゃ混ざるじゃん、ちゃんと。ね、めっちゃええやん。あれ、兵庫出てる？ね、ありがとう、最高。これいいね、うん、みんなはどうやって食べてんだろう。お母ちゃんでも全部ご飯吸ってる。うん、吸ってる。ご飯で全部吸ってる。いいね、食べやすくなった、うん、
美味しい。美味しい。美味しい。重たい。確かに。うん。カレー美味しいね。うん。はい、ゆぴさんちの鍋でカレー作りましたね。そういえば。はい。カレーみたいなやつ。懐かしい。トマトカレーみたいなやつね。はい、うん。水を使わずトマトの缶でみたいな。うん。入れすぎてちょっと大変なっちゃうな。カレーじゃなかったよ、うん、カレーって言われないとカレーじゃないのかな。うん、うん、なんだっけ、ハッシュドって何だっけ、なんかね、ハヤシライスじゃ、美味しかったけどさ、うん、カレーじゃなかったよね、ちょっとね、薄かったのかな、カレー部分が。確かに確かに、どこだ、もうこぼしてる。あります？おいしい、これチーズ入れるのいいけど、めっちゃ大変。あ、そうなんだ。うん、切るのがチーズのあれを。おいしいね。うん、おいしいです。これはおいしいですよ。好きなカレー屋さんとかありますか？うん、私、うん、山小屋のカレーが好きなの。出た。おいしかったんだよ、富士山登りに行った時にさ、あって、山小屋のカレーが、私家のカレーが好きなんだよね、基本的に。それにちょっと近いというか、おしゃれなカレーがあんまりそんな積極的に行くタイプではないけど、誰かに誘われたら一通行くぐらいな。ほんとカレー好きな人ってめっちゃカレー好きだもんね、うんうん、私インドカレーが好きでさ、うん、あとグリーンカレーとかもタイカレー的な、うん、すごい好きで、お母さんがさ、グリーンカレー作ってくれる人だったから、すごっ、うまかったわ、すごっ、ちょっと辛めでね、美味しいんだよね、なんとね、ナンも美味しいよね、ナンはバターチキンだな、ラッシー飲んでさ、マンゴーラッシー、でもさ、チーズナンがうまいんだよね、美味しいよね、ね、明太子チーズナンとかいうのもあるんだよ、今、うん、でも、私、ゆうぴゅカレー好きなイメージあるわ。でもタイカレーとかそっち系でしょ、うん、そういうインドカレーとか、うん、そう、私も友達がカレー好きだった時は言ってた、うん、なんか下北沢のマジックスパイスっていうカレー屋さんとか、なんかおしゃれなカレー屋に、へえ、ついてってて、何食べてたのそこで、何食べてたか何一つ覚えてないんだけど、うん、スープカレーじゃなかった、スープカレーかな、なんかおしゃれなカレーだったよ、うん、おしゃれなカレーで下北っていう思い出しかないんだけど、そう、下北カレー、うん、有名で、懐かしい、昔さ、うん、あの北海道でさ、うん、お笑い祭りがある時さ、うん、吉本芸人みんなでさ北海道でいるじゃん、で高俊さんがその時さ、うん、あの出られてて、でなんか空き時間に美味しいスープ屋が、スープカレー屋があるから連れてってやるよって言って、やっぱ北海道ってスープカレーじゃん、うん、言ったらさ、すごい、まあ本当に美味しかったんだけど、うん、具材がさ、じゃがいもとかさ、人参とかが、うん、もうでかいのよ、まんまそのまま入ってるみたいな、それを持ち上げて食べてたら、その高い打点から落としちゃって、その日の服全部ビシャってなって、懐かしいね、そんなこともあったわ、美味しかったけどね、ゴロゴロ野菜のイメージ、うん、あとでちょっと向きに迷ってる、うん、美味しかったわ、うん、向きに迷った、いいよね、その時、うん、見つまったっけ、うん、ちょっとだけね、美味しかったわ、美味しかったね、うん、ちょうどいい量だった、うんうん、熱い、カニじゃないけど静かになっちゃったね、むくむくあれ食べてる最近、あみんな夢中で剥いて、カニって確かに全部剥いてあったらいいのにね、うん、めんどくさいよね、自分で剥くの、めんどくさい、熱い、熱いね、うん、でも美味しいね、カレーって、うん、今日は進行して食べてますけど大丈夫ですか、どう、ここから口内炎がやばくて、よくそれで5からなって頼みましたね、何やこの辺、どういうつもり、激デカ口内炎が今ここにできてます、うえぇ、だから忘れてて、うわ出してから忘れてた、辛さは大丈夫です、そこにも、うん、当てないように生きてくってこと、はい、今
わ、辛そうな腰食べてたから、うん、そういう理由だったんだね、うん、でも美味しいですね、美味しい、久々に食べた、うん、家のカレーにほうれん草とか入れなくて、ほうれん草入ってると美味しいですよね、うん、家でも作る、もう普通のバーモントカレー、家のカレーが食べたい時って家で作るしかないじゃん、うんうん、外で食べれないというか、昔はさあの、うん、コロナ前はさ、うん、幕張の劇場出る時星座さんがさ、そう毎回さスタッフさんがね、そう吉本の社員さんが作ってくれてたんだよね、うん、昼休みに食べるようにって、うん、ソーセージ入りのさほうれん草入ってる、うん、そう美味しいカレーをご飯も炊いてくれてね、なくなっちゃったコロナで、奪われた。なるほどなるほど。それで曲もね、ケータリングでしたよね。あ、そうだね。そうだそうだ。懐かしい。取りに行ってましたもん。ゆぴさんのやつだけ全部載せでお願いします。やめてよ。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。うん、久々に食べると美味しいの。ね。熱っ。暑いな。半袖大正解。カレーってただあっという間に食べ終わっちゃうんだよね。美味しかったですね。美味しかった。もうお帰りなさん、お眠いです。すぐ眠くなっちゃう。お腹いっぱいだったらすぐ眠くなっちゃう。血糖値上がったのかな。きっと多分そうだ。急に上がったんだと思う。サラダ食べてからね。ココイチは、うん、サラダも有名なので、うん、それから今度はソーシャって食べましょう。うん、そうね。はい、ということで今日はこの辺で、バイバーイ。猫屋はカレーですね。確かにカレーの誘惑、やばいよね。